え前工場なしに本編行っちゃうとさちょっと今週は残念なというかなえ悲しいお知らせとしてちょっとエディ・バンヘレンがね亡くなっちゃったみたいなまあ不法もあったじゃないですかでなんて何て言えばいいのかなそのジミー・ヘンドリックス以降そのロックの主役といえばギターだぜみたいな話があったとしてまああるじゃんでクラプトンだジミー・ペイジだジェフ・ベックだとかさ うんディープパープルは誰リッチ・ブラック・モアとかさ、まあギターヒーローっていっぱいいるけど、80年以降で、その分かりやすくギターヒーローだった人って、ね、あのー、やっぱバンヘレンってすごい看板だったよなって思ってさ、ただ、あのー、じゃあバンヘレンに限らず、あれやっぱロックの主役ってギターなのみたいなことに、まあ改めて気づかされたというか、うん、まあ改めてね、ちょっとそんなことも思ったりしたんで、じゃあさ、と。 まあ、もちろん、エディの話も含めですよ。あのー、エディの話も含めですけど、えー、海の向こう、国内、相変わらずね、その、そういった制約も特になしで、このギタリストが超好きだみたいなさ、そんな話で今日は飲んでこうと思うんだよ。あのー、変な話、お前にとってのギタリスト誰やみたいに聞かれた時に、パッと頭に思いついたのが誰かっていう話からスタートしようよ。そんなノリで、えー、やっていきたいと思います。 えー、あ、チャー、チャーだよな。でもチャーと、そうそうそう。でも正直、チャーとあゆかまことで対決やったのってみんな知ってるかなあの動画内でやったんだけど、鮎川誠のが全然人気なのよ。その、ちょっとそれは意外なぐらいの差でした。鮎川誠がむしろ人気なんだなって思ったな。えー、あ、ミックロンソン。でもミックロンソンっていうのはさ、やっぱりデビットボーイでプレイしてる時っていうことだよね。ジギー・タダストとか。でもギターって意味だとアラジンセインかな。ジョージ・リンチ。 ジョージ・リンチっつうのは、ドッケン違ったら指摘してね。ジョージ・リンチはね、よくは分からない。でも多分ドッケンだと思う。うん。だよね。松本隆弘。なるほど。あ、だから、なんか傾向は分かるよ。その、音の、音の厚いというか、単音でも厚い音のする、何ハンバッカー使いなギタリスト。超ベタですけど、日本だと布袋さんかな。うん。カッティングの正確さ。 うん、そうなんだその性格とかがね俺はちゃんと把握できてないんだろうけどとにかくうんその花のあるっていうかねあんな風にこう何風車奏法みたいなことが似合う日本のギタリストってさ多分それ以前にはあんまりいなかったと思うんでロビー・クリーガーうん個性派てかほんとギタリストってさやっぱバンドの数だけいるんだなって思っちゃうよねこうやって名前上がってるとまだ全然じゃん多分。 えー、シャケニール・ヤングアベ・太トシおーおおおばらけてきたね。俺ね、ニール・ヤングっていう人のギターの魅力っていうのは分からない、正直。なんか、ライクはハリケーンとかでこう豪快に弾いてるイメージ。えー、エリートは対極な、おそびきなジェリー・ガルシア。ああ、そうなんだ。あの、ジェリー・ガルシアがね、本当に何度も何度もこの場でお名前出てるけど、いまだに俺がね、どうしてもピント来てなくて、 カントリー州が多分俺がね、まだね、摂取する能力が低いんだと思うんだよな。うん。あ、ウィルコ・ジョンソン。ウィルコ・ジョンソンいいね。いや、でも割とあれだね。やっぱりその、ハードロック系のギタリストっていうよりも、もうちょい、鋭角的な、なんて言えばいいのロックロックしたギタリストの名前が多く上がっている。あ、井上隆之。渋いな。井上隆之ってさ、のベストワークってどれなんだろう ちょっとそこまで教えてほしいな。証券ともやってんじゃん。で、その前もともとなんだっけど、だいたい太陽のほイールも井上隆之だっけえー、おいらはニューウェー,ー、ニューウェーバーだったので、あ、ニューウェーバーって言葉で流行らそうぜ。ギタリストはジョニー・マー。なるほど。あ、そうそう、だ、あんでルるあんでぎる。うん。あの、いいね。そうだね。でもあれじゃない、俺そしたらあの、エコバニの人が好きだったな。ウィル・サージェント合ってるかな。うん。エコバニのギターが好きだ。あとダニエル・アッシュ。 うん、いやニューウェーブのギタリスト好きさ。<laughs> イエモンの絵は優しそうだから。うん、元キラーメイ。みたいなギター始めるきっかけになったベンチャーズのノーキー。マジでな。そうか。うんと。いや、ノーキー・エドワーズ。なるほどね。えー、モノクロムセットのレスター・スクエア。うーんー。いや、モノクロムセットのね。 俺が苦手,苦手ゾーンというかさ本当にそのミラスさんはさどっからでもだよね足か足かはうんモアとかでしょ、うん、俺はフュージティブっていう曲が好きかなあとはスギゾウかスギゾウかいやスギゾウはさあでもそういう意味で言うとさっきほら布袋さんがさパフォーマンス的に見せるみたいなのがあったけどスギゾウもさなんか何かとこう弾いててこんなんすんじゃん1曲の間に3回ぐらいやるじゃんでもかっこいいよね って思うさん秀安倍ふとしでもこれで阿部俊は今日2度目ですよお名前出てるの人気うんなんかそういう傾向も見れるよねそして俺うんいや間違いないでしょその感覚大事うんだって俺だって矢沢氷室森やん俺みたいなさあのそういう感覚あるからねえー、左利きなのに右用のギター右用のギター弾いてる甲斐さんああれはすごいよね いや、すごい、すごいです。あれはすごいと思う。本当にすごい。あの、どうやって行動を抑えてんだよっていう、理,理論上それ無理だろうって思うもん。うん。あ、そして、高中正義。いいね。でもさ高、高中もさ、ちょっと世代がずれちゃってるからさ、そのソロ名義で何がいいのっていうのがよくわかんないんだよね。何がいいのっていうのはその、どのアルバムがいいかっていう話ね。二次伝説とかさ、名前だけすげえ俺の中で有名だったりするけど。 高崎明は別格、確かに。うん。いやいや、ほんと高崎明はね、俺逆にさ、むしろ歌唱評価されてんじゃないかなって思うぐらいだもん。えー、ベルベッツのスターリング・モリソンのエしいギター結構好きですよ。うん。いやいや、だからさ、ほんとそうだよね。その、ギターってさ、奥が深いなって思うのはさ、ザ・ギター・ヒーローみたいな人こういうタイプの人もいればさ、その、スターリング・モリソンとかさ、あとさっきのロビー・クリーガーだってそうじゃん。 すげえ、いい演奏。いい演奏っていう言い方がずるいけど、でもそういう言い方をしたいけど、うん。そうだよね。そういうタイプのギタリストもいるわけだしさ。あ、で、ちなみに黒ラベルは空いたので、ここから今日はですね、えー、ジョニー・ウォーカー、ダブル・ブラック。イエイ。これあれだよ、ブレンデッドにしてはちょっといいお酒。今日は、えー、ダブル・ブラックをロックで。なんたってロックバースからね。ロックでいただきやす。 えー、らした構造はわかんないよ、ミラスさん。うまいのどういう意味でうまいのあのー、スリーフィンガーとかが超絶なのそれとも、え、らした構造、あれはびっくりしたって、あなたが言うとチェックせざるを得ないじゃんか。あ、ランディ・ローズはね、ランディ・ローズはすげえ好きだっていう話をなんか前に動画をアップした気がする。俺の指摘ギタリストみたいな。で、その時に実はランディ・ローズとパンヘイレンをあげているんだ、俺は。あー、ウェス・モンゴメリー。 ウエス・モンゴメリーはあれでしょそんなんだっけど。オクターブ奏法名前だけしか分かんないけど。ドゥドゥドゥン、ドゥドゥーンドゥ,ドゥーンみたいな。口で言ってもオクターブなんねえじゃんね。ブルースならレイボーン、スティービー・レイボーン。スティービー・レイボーンが俺はね、そこまで分かってないんだな。レッツダンスの人だよねっていう感じなんだよ。最近だと、びのスラップ奏法は、あ、てか最近っていうほど最近じゃなくない うん、でも雅はだって俺がついていける話だもんあれはすごいよもうだってなんか三味線みたいく叩くよねペッってなんつうの津軽三味線ばりにうんあのリズム感はおかしいと思うあうそう山下達郎とかもあのあれでしょセブンスだからもっとややこしいんだかわかんないけどあのシティポップ的なカッティングコードストロークとかがやばいっていうけどあんまり分かってないなあ,あそうだねプリンスはね分かる気がするだってあの パープルレインっていう映画を見た時からプリンスはギタリストっていうイメージあるもんテレキャスでこんなこんなキュインキュイン行くんだとか思ったしねあロディ・フレイムロディ・フレイムはさっき出てたその山下達郎とかジョン・レノンと一緒で俺はロディ・フレイムがギターがうまいっていうイメージがないこれは多分実際に自分が弾けないから分からないんだと思うけどねうんデュルティーコラムビニー・ライリーもうこの辺は未知だな うん、あジョニー・ウィンターはギタリストって気がするねうん福山雅治も結構素晴らしいそうなんだ知らないもんあそうそういや来た来たブランキーのベンジーそういうことですよあとブラ,ブライアン・セッツァーってさああのブライアン・セッツァーってさ死ぬほどギター上手くねチューブの春畑みちや正直ねあの魅力が わかんないというか、ギターの音をチューブで、ちゃんと聞いたことがないなストップ・ザ・シーズンっていうところしか印象がないもんね。あの、イコール前田とノブテルになっちゃう。あ、アンガス・スヤングこれ誰からも出てなかったね。確かに。ハイウェイ・トゥ・ヘル。うん。アンガス・スヤングのプレイ、でもプレイはよくわかんないでね、俺は。ただ、SG 持って、ハンズボーンでこういう感じうん。出た、ジプシー・キングスのギタリストの名前を。 俺は多分初めて読みますねトニー・ノバリアルドケッケケレケーン、うん、いやいや分かりますよあのすごくイメージ湧きますけどあれってでもいわゆるスパニッシュギターなんすかねいやマイブラなるほどでもマイブラもうでややっぱ俺がねそのねうんでマイブラとかって大好きよラブレスとかベタだけどすごく聴くけどさどこがギターの音なのかが分かんない。 パンク系だともう太らフィンノーズのナオキ。ナオキはさ、直オはそういう意味で言うと、比較的あの、俺が完コピできるレベルのことをやってくれるから、高校生の頃の俺は大好きだったなっていう <laughs>。あ、サーストムーアー、サーストムーアーいいね。なんかああいうプレイが好きかも。いろんなギターの実験的な部分を集めて、空に放ったらサーストムーアーになりましたみたいな。 何が言いたいんだろう俺は。ただの酔っ払いだぜ。イーイ。あでもサーストムーはいいね。元ジャスティナスティの辻武。辻武っていうのは元ってついちゃうんだっけんっと、ジャスティナスティはさ、藤崎ロットしか名前としては把握できないけど、タードルーみたいな。なんつうのよくわかんない。うまくできないからやんないけどさ、カッてェも俺はシンガーだな。カッてボーカルが上手いなと思ったけど、ギターの印象がわかんないんだもん。 ああ、あの、あれか、女の子みたいな。うんうんうん。はいはいはい。あ、じゃカッツェもちょっと、カッツとジャスティ・ナスティーは、じゃギターを意識して聴いてみるよ。ズバリ。ロリー・ギャラガー、出た俺が苦手な人。ロリー・ギャラガーは、エドガー・ウィンター・グループのプレイしかわからないな。あ、泣きのギターといえばサンタナ、イエイ。サンタナはでも俺は初期が好きだな。どうしても。うん。あ、マーク・ノップラー。 マーク・ノップラーさ前に誰だっけなあのここでやっぱりチャットで教わったのがローカルヒーローのテーマっていうさ映画のサントラなのかなインスト曲でさすげえなんかバンゲリスみたいなプレイをマーク・ノップラーのギターの音でやってたんだよなうんあリッチー・サンボラなるほどえっとボンジョビリッチー・サンボラもでもギタープレイボンジョビもギターに注目して聞いたことが俺がないから この曲のこれってのがわかんないな。あの、リビング女プレイヤーで、ルンワルンワードってやってるイメージしか、パッと浮かぶリッチーサンボラの姿だな。そうだね。スティーブ・ジョーンズ。存在感。うん。まあまあ。えー、バービーの今さ。いやあのね、うん。でも今さが、今さが一番好きだっていう話は多分、以前に動画を上げた、 時に言っているる気がする俺は本当に今さの,、ね、の今更のギターっていうのはすごいなって思うよあと作曲だけじゃなくほんと作詞もすごいと思うえー、ロックじゃなくて申し訳ないのだけどいやいやジャンルは関係ないさジャンルは関係ないさって20世紀ロックってチャンネルじゃんな <laughs> みたいな演歌の原哲也さんこれもねいやいやいやだ誰のどこでのプレイかまで教えてくんないと分かんないよデッドエンドの足立佑二さん 足立チュさんは割とギターの位置が高かったイメージがある。<laughs> てか、俺はもう全然圧倒的にモーリー派だったから、あんまりギターは見て。あ、坂本慎太郎。ギターを粗末にする。ピート・タウンゼットとジミヘン。彼らはだってあれでしょ粗末にするっていうより、その、むしろ、ギターの限界を求めすぎてるわけでしょその、例えば、あの、ファズを踏むとか、アンプフルテンにするとか、マキシマムな音を、 追求ししたたたに火つけけちちゃゃっっっりりととかかぶん殴っちゃったりとかするわけでしょルーリードはさルーリードが弾くギターソロってさガチで上手なギタリストがコピーできなかったりするのよ知識じゃ負けてもロック愛なら負けねえぜみたいなそんなスタンスでいきたいかななんかいいよねあのみんなのってかみんなのおかげだようん俺は多分もしかしたら 何も喋ってないのかもしれないな。みんなのチャットを追いかけてるのが本当に面白い。ハートが伝わりました。いや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 。何のハートだよみたいな。うん。もっと伝えてやるぜ、こらみたいなさ。いやいやいや。腹ペコです。いや、食べてくださいよ。うん。俺は入ンミートつまみにもうちょい飲みます。うん。いやいや俺はだから弾けないギターを弾いてますって言ってんじゃん。多分今後もちょろちょろ弾くけど、あの、上達はしないから。何たっても50超えてるからね。 よろしく、じゃあね、えー、また来週、えー、同じ時間に土曜日、土曜日11時、23時に会いましょう。それでは、ベタなロックに、乾杯